パネットーネパネットーネパネットーネはイタリアの伝統的なドライフルーツが入った発酵菓子パンの一つ。ミラノの名家、パン道路と共にクリスマス特有の菓子の一つであるパネットーネとも呼ばれる。サワードーの一種であるパネットーネ種を用いて発酵させたパンで保存期間が長いことに特徴がある。一般的には ブリオッシュ生地の中に、レーズン、プラム、オレンジピールその他のドライフルーツを刻んだものを混ぜ込んで焼き上げた甘く柔らかなドーム型の菓子パンで、大きなパンの意味。また、アントーニオという職人が焼いたパンだからという説もある。トーニのパンという意味のパーネリトーニが生まったとされる。イタリア全土にパネトーネを広めた父、アキール・ゾイア氏とされている。 生後すぐ初乳を飲んだ後の孔子牛の腸内から採集した物質と小麦粉を混合した発酵種。藤本の報告では、ラクトバシラス属乳酸菌、ラクトバシラスサンフラソンシスト出芽酵母、サッカロミセスアキシーブース。一方、丸山らの研究によれば、有性菌種として、カンジダ属酵母、カンディダミルリート乳酸菌、 ラクトボシラスサンフラソンシスの生息が報告されている。種の管理の仕方はイタリアでも水に浮かばせる方法と布に包む方法の2種類ある。伝統的にはザバヨーネを添えるが、少しトースターで焼いたパネットを根に生クリームやバニラアイスを添えることも一般的である。ドライフルーツが入らないものはパンドーロと呼ばれるが、こちらはベローナのメーカーである。 八角形の星型様の独特な形で非常にきめの細かい奮闘をかけて切り分けて食す。復活祭には似たような菓子パンが焼かれるが、こちらはコロンバといい精霊の型取りである鳩の形をしている。オレンジピールにアマレッティが香り、表面には白い砂糖菓子が飾られる。いずれも香りと甘さのしっかりした菓子パンである。クリスマス前の4週間には、 各家庭で焼かれ、親族や友人に配る習慣があり、この時期になると大きなパネットを根が家の中にゴロゴロしていたが、現在はパン屋で購入して済ませる傾向にある。スーパーマーケットではパッケージに収められたものも多く販売されている。クリスマス前には多くのコンテストがイタリア各地で開催される。ミラノが発祥とも言われているが、イタリア全土に行き渡っている。 インダストリアルなパネトーネもあるが、手作りのアルティザンパネトーネが注目されている。ありがとうございます。